俺の名はミリオンダラー豊か41歳。かれこれ狂ったように20年以上パチンコパチスロを打っている。これはそんな俺のパチスロ狂乱物語の一つだ。時代は15年ほど前、4号機が設置されていた頃、今より機械割りの高い機種がずらりと並び、社交性の渦だった。爆裂 AT 機の全盛期は設定6なんて簡単に打てるものではなかった。大量獲得の A タイプも同じだった。現代とは違い、並外れた機械割りで大勝ちはほぼ約束されていた。 4.5 号機の時代になり、設定6の機械割りが下がり、出玉規制も行われた。そのため設定6の敷居が低くなった。イベントでもお目にかかれなかった設定6を各店舗は使うようになった。6は使うためにある、こんな文句をキャッチフレーズにイベントを行う店もあった。 4.5 号機では設定4や5では出玉のアピールにはならない。設定6をちゃんと使い、設定公開もする。その店舗が増えていった。最初は 4.5 号機の登場に落胆していた俺たちも、6を積もれる機会が増えて考えが変わっていった。 4.5 号機の設定6は思ったより稼げるな。前評判だともうダメだと思ったけどな。 AT 機も中間設定の誤爆はあるし、そこまで悲観することないね。そうだな、まだまだ打てる。今までと違って6がある前提で立ち回れる。設定公開をする以上、複数台に6を入れないとアピールにならないからな。ある意味規制前より6が打てるのはいいよね。お前は6でも負けそうだな。うるさいな。でも解析を見ていると6で負けることも今までより増えそうだ。確かにな、積もった上で引きも重要だ。雑誌のデータを見ると2万枚の報告もある。まだ捨てたもんじゃないな。ああ、ミリオンゴッドが出なかったらな。まあ稼がせてもらったから仕方ない。これからの機種に期待しよう。 4.5 号機は実際に打ってみると解析よりもポテンシャルの高さを感じた。運や引きの要素が強くなったが、それでも高設定を積もれば意外と安定した結果になっていた。4号機のようなズバ抜けた設定差はないのだが、高設定を見抜くことは意外と難しくなかった。 4.5 号機でお世話になった代表作は北斗の拳と南国育ちだった。南国育ちはハイエナでも打っていた。そのため思わぬロングレンチャーにつながり、美味しい思いもした。設定6は見抜きやすく安定感もあった。ただ一度だけ南国育ちの設定6で負けたことがある。初当たりが非常に重かった。何度も天井まで行った記憶がある。それでも完全に設定6挙動だったのでやめられない。閉店まで打って3万円ほど負けた。ハイエナといえば吉宗も打った。まともに設定を狙うことはほとんどなかったが、モードを読んでのゾーン狙いはよくやった。マイホールは客のレベルが低かったので天井近くの台も拾えた。松解除や高狩りでの当たりの後、次を当てずにやめる人もいた。申し訳ないが当然打たせてもらった。だが俺がパチンコパチスロを打ってきた経験上、本当に美味しいところで拾えた時ほど結果は少ないでダマで終わる。例えば先ほどの吉宗の話、松解除の後50ゲームでやめたので確保する、160ゲームでレギュラー、そして150ゲームでレギュラー、そのまま天国ゾーンを抜けた。美味しいハイエナのはずが1万8000円も負けた経験がある。ハイエナの失敗といえばパチンコの潜伏確変だ。マックス機が主流だった頃、潜伏確変を幾度となく拾った。打ち出してすぐに2ラウンド通常を引いてしまうことは悔しいがまだマシだ。何も当てられないまま200ゲーム以上回して俺も潜伏確変を引く。こういう時は得てして回らない。さらに引っ張られた挙句2ラウンド通常を引いて終わる。ハイエナしたのに大きな負けになった。朝一ランプでも同じような経験をした。朝一ランプとはパチンコが潜伏確変状態で閉店して店が電源を落とす。再び電源を入れると画面は通常なのだが、盤面にある特定のランプが光るのだ。この朝一ランプを狙っていた時期に苦労した記憶がある。せっかく朝一ランプ台を確保したのに回らないし当たらない。すぐに当たって1万発なんてことは数えるほどしかない。この手のハイエナ失敗は何度も経験した。大量出玉につながった経験の方が圧倒的に少ない。世の中そんなに甘くはないのだ。期待値を追う立ち回りは正解である。だから今でも期待値のあるハイエナは当然する。現代で期待値のあるハイエナはパチンコの U タイムだ。特に北斗無双3などの U タイムイコールラッシュ突入という機種は狙い目だ。逆に時短が1200回転つくようなタイプはスルーが怖い。必ず当たるわけではないので、できるだけ U タイムに近いところで拾いたい。絶妙な回転数があった場合は試し打ちをして回らないならやめる。少しだけアシストになってしまうが、打ち切れば大きな負債になりかねない。回転率が悪いのに U タイムまで残り500ゲームから打つ人がいる。これではハイエナにならない。パチンコで勝つには回転率のいい台を打つに他ならない。みんな U タイムに目がくらんで回転率を無視しているように思う。そう簡単に深いゲーム数では拾えないから早めに打ち出すのだろう。これでは勝てない。まあ U タイム狙いでうろうろしているやからから店は儲けてもらいたい。そうすればパチスロの平均設定も上がるだろう。話を戻そう。 4.5 号機時代になり、設定6を打てる機会が増えた。さらに北斗の拳の大量設置により、北斗の拳の島には設置6が複数台あった。そのためイベントになると専業はまず北斗の拳を狙った。ある大型店のイベントの日、開店前にメールが届いた。今回はある法則で高設定あり。なんだと思った。どういう意味だ？末尾番号かな。なるほど、そういう感じだね。めんどくせえ、こういうの嫌いなんだよ。何か気づいたら知らせよう。朝方ちゃんと考えてよ。はいはい。
俺は北斗の剣からスタートした。隣の台の挙動がいい感じだ。俺のは良くも悪くもない。やめるには早いので様子を見ながら打っていた。昼過ぎまで打ったが高設定とは思えなかった。隣が明らかに高設定なのでやめることにした。法則とは何だ。これが分かるまではうかつに手は出せない。法則以外の台は低設定の可能性があるからだ。マサオの台が調子いい。何か分かったか。分からねえ。高設定っぽいから回すのに必死で、それどころじゃねえよ。アカネに怒られるぞ。知らねえよあんな女。自分の台が高設定ならそれに必死になる。アカネも鉄も打っている。仕方ない。店内をよく見るか。俺は何周と歩いた。だが全く分からない。いつもより客が減るのが早いなと感じた。空席が並んでいるのは珍しい。高設定らしき台はちゃんとありそうだからガセではない。法則がわからない。そうね、私の北斗は出玉あるけど高設定じゃないよ。法則さえわかれば空き台に高設定がありそうなんだけどな。もう一度店内を観察した。粘っている人が等間隔に座っているように見えた。そして出玉を持っている人が並んでいる場所が多い。つまり、あ、俺はひらめいた。設定が 1,2,3,4,5,6 の順番で入っているのか。俺は数えてみた。分かりやすい北斗の島を見ていくと、きっちり5台置きに出玉を持っている。その隣も当たりが強めだ。俺が打っていた微妙な北斗は設定4で、隣2台はいい感じだ。間違いない。時刻は19時。設定6らしき台の隣を打てば設定5だ。時間的に北斗の5では苦労するかもしれない。俺は考えながら騎士を探した。すると南国育ちに順調に増えている台を発見した。一応尋ねた。設定6ですか。そうですよ。よし、この隣だと思いデータを見ると、1022ゲーム、天井越えだ。つまりモード C に滞在中である。モード C は当たれば約 60% で連チャンモードへ移行する。しかも設定5だ。これで一気に今日の負債を取り返す。俺は気合が入った。設定5ならすぐに当たるだろう。モード C を確定してやめてあるなんてラッキーだ。しかし当たらない。ゲーム数は1300。焦れば焦るほど当たらない。そういうものだ。キュイン、やっと当たった。データ表示器を見上げる。1700ゲーム。オカルト的に言えば癖の悪い設定5だ。しかしこっからだ。レギュラーだったがバタフライランプよ、光ってくれ。ラスト1ゲームキラキラ。よし、仕留めた。頼むぞレンちゃん。ビッグを引いて消化中は本日の逆転の想像をしていた。このレンちゃんで一気に巻き返す。蝶々が飛びまくる。終わらないレンちゃん。最後のジャックゲーム光れよと祈った。だが祈りは届かなかった。1ゲーム目に光ることもある。気合を込めてレバーを叩いた。スタート音だけが虚しくなった。マジか。2連。痛い、痛すぎる。ここから初当たりが早くなって、もう一回レンチャンモードへ行くしかない。設定5ならやれるはずだ。閉店時間も迫っている。チャンスは一度だけだ。次のレンチャンで挽回するしかない。持ちコインで当たったがレンチャンはなし。そのまま飲まれて追加投資。きつい、かなりきつい。本当に癖の悪い設定5だ。当たりが重く、次は550ゲーム。もうレンチャンしてくれと願うが単発。そして380ゲーム単発でギブアップ。22時を回っていた。帰りにその店の社員に聞いた。法則は1から順番に設定が並んでいたんですよね。そうですよ、北斗の剣はそうやって並んでいました。え、北斗だけですか。あ、はい、他の騎士はランダムです。そうですか。俺は何の設定の南国育ちを必死で打ったのか。普通ならモード C を抜けたところでやめている。当たりが重かったのはただの低設定だからか。俺は低設定を頑張って打っていた。こんなことなら北斗の法則に気づかなければよかった。この日はいつも助かる自分の洞察力を恨んだ。本日の収支、投資7万円、回収0円、収支マイナス7万円。ミリオンダラー豊かの48話までの累計収支、累計収支プラス111万5600円。ミリオンダラー豊かのパチンコ狂乱物語は続く。